こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、奈良県橿原市、大和八木駅、近鉄のね、大和八木駅に来てます。橿原市のね、中心街っていうのがちょっと最初わからなくて、なんかまあこの辺りかなというので、来てみました。本当はもっとね、繁華街とかがね別であるのかもしれないですけど、ちょっと、まあ、今回はねこの辺りを、歩いてみたいと思います。今日の日付はですね、2022年の1月の、9日日曜日ですね。なんかこの辺り、車で走ってたりとかねすると分かったんですけど、日曜日に成人式やるんですね。なんか月曜日祝日なんで、祝日にやるもんばっかりと思だとばっかり思ってたんですけど、実際には日曜日に、成人式やる、市町村単位でやるんですかね、が多いように思いました。ちょっと地域によってばらつきとかあるかもしれないですけど、今日ね見たところが何箇所かね成人式やってました。ではね、街を歩いていこうと思うんですけども、イルミネーションもね結構駅前、こっち側よりね反対側、の方がね結構綺麗に合ってたと思ったんで、これがね、今ね、ここが、北がこっちなんで、こっち北口ですね。なんかね、南口の方が、なんか綺麗に、イルミネーションがね、飾ってたんで、まあそちら側に向かって歩こうと思ったんです。まずはね、北口をちょろっとだけ歩いて、南のするっていう感じで歩いていきたいと思います。成城石井とかあるんですね。でこれが、八木駅 で、この右手の側に改札があるみたいです。そして北口の方にもなんかジャンカラとかねあったり、あと白木あったり居酒屋が何軒かあるんですけども、そしてこれ高架、高架にはねこうやってお店が何軒かあって、スマホケース屋さんです。それなぜか奈良に来たら駅前に必ずたこ焼き屋さんがあるっていう。通れるんですね。この左手側にこれが近鉄百貨店、近鉄デパートっていうんですかね、ちょっと僕どっち言うかわからないんですけども、近鉄のねデパートがねあったりします。感じでなってて、ちょっとね高架くぐるんで電車うるさいかもしれないんですけども、
こちら側にも近鉄八木駅名店街っていうのがあって、あの日曜日だと結構閉まってるんですかね、時間帯ですかね、不動産屋さんがあったり、あとこれラーメン屋さんなんですけど、シャッター閉めてますね。そして結構ね、こうやってイルミネーションをね飾ってて綺麗ですよね。駅前がね結構ねこうすごいんですよね。こちら側にも青い LED でね木をね多分飾ってるんだと思うんですけど、これも木ですけど、こっちはピンクなんですね。これは名店街なんですけど、あんまり開いてないですね。ミスタードーナツがありますね。そして奈良のあちこちで見かけるレンタルハウス参考、そしてこれがまあロータリーで、これが、駅前のね感じですね。で、何軒かね居酒屋があって、焼き鳥があり、ここは何ですかね。わかんないですけど、こっちはね、ロバタのお店は閉まってますね。あとこの横にカフェっぽいエリートっていうお店があったりね。そして写真屋さん。でこれは田舎鉄板ロバタ。何はおでん。焼肉の熱海なんかあるんですね。そして。これは魚系の居酒屋だったりしますね。うどんそば、こっちも立ち飲み屋さんがあった屋台寿司。もう最近屋台寿司結構見かけますよね、どこでも。これモミザルっていうお店みたいですね。そしてこっちにもね、たこ焼きペチャ焼き、ペチャ焼きって何なんですかね。ちょっと気になるんで後で行ってみてもいいかなと思ったりしました。そしてこの辺はここはなんかイルミネーションすごいですね。マートのね、インスタスポットっぽいものもあって、そして
招き猫の猫がめっちゃ近づいてきたんですけど、すごいめっちゃ大きいですね。めっちゃおる。客寄せに今から出動してる感じですよね。これはなんか趣味の店っぽい感じですよね。だいぶお店もちょっと少なくなってきましたね。ここはなんかちょっとおしゃれなステーキ屋さん、ステーキ&ワインのお店だったんですね。でそっちにはまた居酒屋があるんですかね。今日は多分成人式終わってお酒を飲んだりとかする人たちが多いんじゃないかなとか思ったりしてたんですけど、最近の二十歳ぐらいの人たちはそんなに飲んだりしないんですかね。これはヤマトスーパーなんですかね。ヤマトっていう、こっちにもヤマトがあるんですけど、麺宅の裏の伊勢屋。そしてこれ1階がトリックっていう何屋さんなんですかね。ちょっと見えないんですけども、この辺でお店も途切れてしまったので撮影を終えたいと思うんですけども、ちょっとこっちの明かり方を映しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。